だからやっぱりそりゃお笑いは難しいから消えていく人もいっぱいいるし、いっぱいいる、ね、どうしてもどうしてもね短命に終わっちゃう人がいるよね、その、うん、人気がね、うん、だから本当10年20年さらにそれ以上やってる人はもうみんなすごい、本当、うん、すごすぎる。その中で志村けんはもう長い、ほんと 50年かな、50年近くか、すごいね。いやいやいや、これはなかなかできんぜっていうね。だから芸歴で言ったらもうねえ、たけしやタモリより兄さんだからね。あ、そっか、芸歴で言えばね、うん、本当は ああいう人たちは志村兄さんとかケン兄さんとか言わなきゃいけないんですよ。本来ならばね、まあそれはまあそれは志村ケンは嫌がるだろうけど。ちょっとビッグスリーだってさんまが一番芸歴長いからね。そうだよ ね、 ね、でタモリが一番あれだよね、だよね、そうだよね。おかしなおかしなことにね。、うん、そこはややこしいよね、うんうん、確かに確かに。そうだから芸人ってめんどくさい感じはあるね、うん、その世界では、ね、うん、だからなんだっけ、あの芸歴じゃねえ、あ、放送作家の誰かがちょっと誰だっけなんか言ってたけど、うん、芸人は何歳からでもなれますと、うん、ただ50歳とか、まあ40歳でもいいけど、うんうん、そういう人たちが芸人にいきなりなって、うん、それで自分の息子ぐらいの人たちにちゃんと兄さんって言ってきちんと、うん、もうね後輩としてやっていけるんだったらなれますっていうこと。なるほど。あ、やっぱそんぐらいそこは厳しくされてるのかっていうね、うんうん、あるよね。結構今ね他の世界は緩くなってるけど、やっぱ芸の世界は厳しいですね。厳しい、ね、うん、もう俺なんかひどいよ、もう年下からもうボロクソ言われるんだから、もうなんだよおいって。まあまあまあそれはいいんですけど、ボロクソ、ごめん、ボロクソは言われてないわ別に。ただ若干ちょっと舐められてるかなって思う今日この頃ですけどもね、はいはい、でも吉田君とこはどうなの、そのなんだろう、芸歴じゃないけどなんか社歴とか。ああのね、結構うちの会社は、うん、そのなんていうの、うん、こう芸歴と同じで、やっぱ社歴を重んじるか、重んじるね。そっか、そうそう、年よりも社歴、どちらかといえば、まあ、うん、まあその厳格に決まってるわけではないとはいえ、そうそう、そんな感じなのかな、うん、そう、うん、まあで人によってはちゃんと年齢もちゃんと敬うみたいな人もいれば、うん、あんま気にしないゆとり世代もいて、うん、ああ、そうね、なんだっけ、まあ別にね、うん、まあまあね、でも基本的になんだっけ、ひろゆきかな、ひろゆきっているじゃない、なんかあれね、にちゃんのね、にちゃんを作ったな、うん、あの人が言うにはやっぱ、うん、なんだっけ、いやもう年上の人には基本敬語を使った方がいいっすよって言ってたけど、うんうん、俺割とそれには賛成なんだけどね、うん、いやもう賛成賛成、うん、ちゃんと敬語使ってさん付けした方がいいっすよって言ってたけど、うん、それは本当そう思う、結構緩くなってるところはあるからね、うん、あ、その場で許されててもいいね、それはいいんだけど、うん、外から見たらちょっとあれこの人って思われる可能性あるからね、そうそうそう、世間知らずみたいに、うん、それは絶対あるからね、うん、確かに確かに、あらね、割とね、そうだよね、確かに吉田君そうだよね、そういう感じでやってるよね、うん、さあジョロンチョの、ジョロンチョの、ジョロンチョの、ジョロンチョの感じかな、そろそろね、じゃあ
まあ吉田君的にはじゃあ志村けんに対して思うこと、あるいはまあ志村けんがもしいたら何か言いたいなっていうこととかありましたら。マエケンさん、それいいです、それそれすごいいいと思う、ね、やっぱまあね、まあ、いなくなってしまったとはいえね、うん、まあ俺本当に真面目に言うと、うん、なんだろうな、本当マエケンさんが最初に言った通り、うん、コメディアンなわけですよね。そうだよね、コメディアン、うん、そうそうそう、だ追求っていうか、うん、なんかそれしかできないっていう感じでもなく、いろいろできたにもかかわらず、うん、やっぱそこを追求っていうか、うん、よしとしてやる、うん、やっぱプロだよね。ああ、そうだね、プロコメディアン、うん、そうだからそれは本当に尊敬するし、うん、まあ今後も後世に語り継がれる人であってほしいですね。いやもう絶対語り継がれていくと思うよ、うん、うん、そうだよ、うん、そうだね、そうそうそう、まあ俺が結局、ね、結局その、うんうん、ドリフターズってまあリーダーが怒りや長介だったかもしれないけど、うん、やっぱ立役者はやっぱり志村けんだったのではないかっていうところがやっぱすごいです ね、 ね、爆発させたもんね。そうそうそう、うん、じゃあ前田、はい、先生、前田くんは先生って なんで先生が出てきた、なんか今先生って言っちゃったねやっぱでも本当吉田君と一緒でやっぱ追求していく姿勢っていうのがね本当にかっこよかったし、うん、やっぱりねこうお笑いをねきちんと構成して構成してっていうか作り込んでいく、でそれをね流れこう番組の中でもねきちんと構成というかね流れをきちんと意識してもう計算して一生懸命やった、で映画もたくさん見て勉強して、うん、それこそね、うん、役者とか監督で選ばないでとにかく、うん、こう照明とかカット割りとかそういうのをひたすら勉強してああいう世界を作ったという、大丈夫だとか特にそうかな、あとバカ殿とかね、うん、だから本当にそこそういう、うん、愚道者というかね、もう本当に、はあ、愚道者、そうか、そうで、それでありながらもまあちょっとね道半ばではあったけど俳優としてももしかしたら、ね、うんうんうん、大輪の花を咲かせたかもしれないけど、ね、うん、そこは残念だけど、でも本当に素晴らしきコメディアンだったと思います。もう本当お疲れ様でしたっていう。本当お疲れ様でしただね。そうだね。うん。そういうことだね。だから本当志村けんに酒をおごってもらいたかったし。いや本当だね。ほら本当にねもうね。ね、まあそれ、まあやっぱ女は芸の肥やしですから本当にね、本当本当、はい、あの人はね本当女を芸の肥やしにできる人だったと思います。そうそうそう、本当できない人もいるんだけどね、うん、まあ、でも本当あの人は芸の肥やしにできた、素晴らしい、すごい、うん、ね、だからまあいろんなね女性と噂になりましたけど、はい、まあなりましたけどね、そこは残念って言ったら悪いのか、うん、まあね、ちょっといろんな掛け違いでうまくいかないことはよくあるけどね、うん、うん、ってことだよね、うん、というわけで俺は彼女欲しいな、たまにはっていうたまにはちょっとごめん、たまには彼女欲しいってなんだたまには彼女欲しいってなんだひでえもんだごめんなさいっていう話で、はい、ですな、うん、まあそんな感じかね、うん、はい、じゃあ志
志村けんの志村けんのね、まあ、第2期の、まあ、第1期ビートルズに続いた第2期志村けん、はい、あるいはドリフの話ということで、はい、まあ、お送りしてまいりましたが、はい、どうでしょうかね。これでこんなもんで、いや本当にあの言いたいことは言えましたし、うん、聞きたいことも聞けましたし、うん、はい、はい、ね、まあ、最後はやっぱ志村けんの、うん、まあ、怒りや長介でいうダメだこりゃ的な感じで志村けんのギャグで締めたいなっていう、お、いきますか。 あれですよ、どっちあれだよ、あれ。ちょっと待って、いっぱいあるぞ。そう、結構これ好みによって分かれるんじゃないかっていう。いいえ、これはノー編集でさ、ノー編集で、ああこれをこれで締めようよ、本当にお互い一斉のせいで言って、はい、会ったらすごいけど会わなくても面白いね。だね。はい、じゃあ、はい、はい、俺がじゃあ一斉のせのあいぐあれするんで、おっす、じゃあ一斉のせダフンだ、これダフンだじゃなかった、ダメだこれ、ダフンだか、ダメだこりゃ、ダメだこりゃ、ダフンだか、え、マジか。そういうことだったか。あ、いいでもよかったんだけど、ダフンだって書いてあったね。おいっす。いや、さすがにこれはなかなかね、難しいですよ。いや、俺ちょっと木をてらって東村山って歌おうかなと思ったけど、それはちょっとあまりにもひどいなと思ったけど、まあ、ちゃんとおだあ い, いや、まあ、ダフンだもちゃんとあるんだけど。なるほどね、さすがですわ、さすがにそこは合わなかったということで、ね、じゃあまた皆さんには第3期またね、まあ、なんか考えてみましょう、また楽しい、ね、はい、はい、楽しい提供しましょう、ウキウキした放送にしたいですね、はいはいはい。じゃあじゃあ皆様さよなら、さよなら。何やってんでしょうね、俺たち。じゃあ皆さん、ジョロンチョ。ジョロンチョ、あ、そうだよ、そうだよ、ジョロンチョ、間違え、はい、忘れてた。ジョロンチョ。ジョロンチョ。はい。